ルーク・ウィルクシャーは、オーストラリア・ウロンゴン出身の、元同国代表サッカー選手、指導者。ポジションは DF。ディフェンシブハーフ以外にもサイドバックやウィングでプレーする、万能型の選手で、現代的なプレイヤーとフース・ヒディンクは評した。AIS に入り、その後ミドルズブラ FC の下部組織に入団。2001から02シーズンから、トップチームに昇格するもあまり出場機会がなく、 フットボールリーグ1のブリストルシティ FC に移籍。2006フィーファワールドカップの活躍から、アヤックス、PSV といったエールディビジの名門から関心が持たれたものの、FC、ドゥベンテに3年契約で加入。2008年8月26日、200万ユーロの移籍金で FC ディナモモスクワへ移籍した。2014年8月1日、ケーノールトに1年契約で加入した。 当初スタメンでプレーするも、自身の出場停止や負傷によるチャンスを生かしたリック、カルスドルプにポジションを奪われた。出場時愛数条件を満たして、契約は1年自動延長されたが、2015年夏のプレシーズンも怪我で調整が出遅れたため、クラブとの話し合いの末に契約解除が決まった。2016年8月31日に、 ロシアプレミアリーグの FC テレクグロズヌイを退団し、FNL に降格したディナモモスクワに1年契約で復帰した。2017から18シーズンにより、シドニー FC へ加入し母国へ復帰すると、右サイドバックのレギュラーとして、リーグ戦25試合に出場。A リーグの年間ベストイレブンに選出される。翌シーズンからは地元へ戻り、 ユース時代の古巣であるウーロンゴンウルブス FC へ復帰することが発表された。ありがとうございます。